疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、そういったそのここまで今シーズンいけたらいいなっていうそういう目標を、まあ、いつもと違った状況ではあるんですけれども、まあ、新しい発見があるんじゃないかなっていうところはすごく今から興味があって、先のことを考えて不安になるというよりはこういった状況をその必死になって乗り越えてみるっていうことが必ずプラスに働いてくると思うので、環境の変化が与えてくれる挑戦っていうものを思う存分楽しめるシーズンにできたらいいのかなというふうに思っています。まあ、ワールドカップ前半戦がキャンセルとなって海外の選手たちと競う機会がなくなってしまったっていうことは、すごく、寂しい気持ちもあるんですけれども、でも世界で、まあ、こういった問題を乗り越えようとしている仲間たちがいるっていうことを想像しながら、私も日本で、まあ、自分なりにこの状況をしっかりと乗り越えて行けたらいいなというふうに感じています。北京も近づいては来るんですけれども、やはり今までと同じように、オリンピックはやっぱりその時を駆け抜けるものだと思っているので、今までと同じように目の前にある課題をクリアしていくっていうことと自分自身を成長させ続けていくっていうことに面白みを見出しながら自分のスケートをどんどん高めていきたいなというふうに思っております。オリンピックは、まあ、一度頂点に立ってみて感じたことなんですけれども、やっぱり金メダルを目指してやってきたのではなくて、やっぱりその瞬間で自分の人生の最高の作品を表現して皆さんに見ていただきたいっていうところだと思ったので、なんかそこに人生をかけるというよりは人生の中の1ページのその一瞬をすごく、充実したものにしたいなっていう思いがあります。